吉田さん、明治、大正、昭和と時代は続いていきますね。今日ね、梅のかまき買ってみたんですけども、これむちゃくちゃ美味しいですよ。で、動画1個撮っちゃいました。美味しいん で、こんなことでもネタになるんですよね。で、こういうこと繰り返していったら、亀田製菓さんからなんかね、お礼がもらえるかなと。そんなことはないか。まあ今日も行ってきましょう。